8月最初の日曜日、今日はショールーム当番で、1日ですね、ショールームでお客様対応をさせていただきました。ちょっとですね、東京での感染者が増えたという影響でしょうか、少しですね、街中を歩く人の数もまばらでですね、ちょっと心配だなというふうに思いました。しかしながら目的を持って来られるお客様しか私どもにはいませんので、ストーブを見たい、ストーブの相談、ペレットはどうなんだ、薪はどうなんだ、そんなようなご相談の方ですので、数はですね、そんなに問題ではないのかなというふうに思っています。いずれにしてもですね、早くコロナの収束を見たいということと、コロナがですね、すぐ終わらないのであればどうやってうまく付き合うかということが大事なことではないかなと思います。ペレットストーブのこと、メンテナンスのこと、申請設置のこと、何かございましたらペレットマン群馬までお問い合わせください。